はい、こんにちは。中二英語始めます。今日はね、形容詞と副詞についてね、やっていきたいと思いますね。日本語でもね、国語でもね、形容詞と副詞っていう言葉、ね、聞いたことあると思いますが、英語にもあるんですね。いいでしょうか、ね、今までね、あまり意識せず使ってたかもしれないですけども、今回はね、しっかりね、形容詞と副詞のね、まあ、特徴というか働きをね、しっかり知ってほしいと思います。いいでしょうか。まずね、形容詞ですが、形容詞っていうのはね、人や物の性質や状態、数量などを表すことです、ね、で、形容詞プラス名詞の場合、後の名詞を修飾しますね。どういうことかっていうと、ボブは背の高い少年ですっていうときは、ボブ is a tall boy って書きますが、これね、tall boy、ね、その少年は背が高いっていうふうにね、あと後ろの名詞を tall が修飾しているんですね。なので tall が形容詞、こういう使い方をするんですね、形容詞ね。いいでしょう。次、二つ目としては、主語プラス動詞プラス形容詞。この場合ね、主語を説明する方法になる。まあ、ちょっと難しい言い方ですが、SVC の構文なんですね。ボブは背が高いという場合、ボブ is tall って書きますが、これ、まあ、ボブ is tall。ボブと tall、ボブは背が高いってイコールの関係なんですね。まあ、こういう、使い方もします。いいでしょう。で、ここに書いてあるのは、まあ、特殊な例なんですが、何々シング、サムシングとエニシングとかありますが、で、終わる代名詞の場合は、後ろから修飾しますね。さっき、トールボーイで形容詞、名詞っていう順番って言ってましたが、この場合ね、サムシングコールドの場合は、代名詞、形容詞という順番で、形容詞が後ろに来るんですね。で、何か冷たいものというふうになりますね。いいでしょう。まあ、これがね、形容詞の、まあ、主なね、使い方になります。いいでしょう。はい、ではね、次いきます、はい。次はね、数量を表す形容詞ってことで、数えられる名詞で使う場合と、数えられない名詞で使う場合があります。数えられる名詞っていうのはね、例えば本、一冊の本、二冊の本とかね、数えられる名詞ですね。それに対して、水っていうのはね、一つの水とか二つの水っていう言い方しませんね。こういうのは数えられない名詞になるんですが、で、使う場合と、まあ、二つ、パターンがあるんですね。で、どっちでも使う単語もあるし、片方でしか使わない単語もあるんでね、ここにまあ、主だったものが入ってみましたが、特に注意してほしいのはね、たくさんのっていう意味の many と much。ね、これ違いますね。ね、で、少しのっていう意味の a few と a little。ね、これも、これよくね、こう使い分け出てくるんでね、しっかり押さえておいてくださいね。で、あと、ほとんどないないないっていう意味の few と little。ね、いいでしょ。これもよく出てきますね。数えられる名詞では a few とか few を使うんですね。で、数えられない名詞の場合は a little とか little を使います、ね、で、あと、まあ、some any no とかはまあどうしても使いますね。 a little とかね、いいでしょう、ね。まあ、こういう、ね、数えられる名詞と数えられない名詞の場合で使う形容詞が変わる場合があるんだよっていうのもね、知っておいてほしいと思います。で、一番下はね、依頼勧誘の時、相手のイエスの答えを聞きたいするときは、サムの疑問文で使うこともあるってことをね、まあ、これはね、一応まあ、知識としてね、知っておいてほしいと思います。でも基本的にはね、疑問文や否定文の時は、エニーとかね、まあ、エニシング、サムシングだったらエニシングを使うとかね、そういうことはしっかり押さえてみてください。いいでしょうか。はい。ではね、次いきます。次はね、副詞です。ね、副詞っていうのはそもそも何かっていうと、主に動詞を修飾します。形容詞は他の副詞を修飾することもあります。ね、で、ボブは上手にテニスをしますっていう場合、ボブプレイズテニスベル、ね、こういうふうに書きますが、この場合、ウェルっていう副詞、これが副詞なんですが、これはプレイっていうのを修飾するんですね。いいでしょう。ね、テニスをすることが上手っていうふうに修飾するんですね。で、ナンシーはとても速く走りますの場合、ナンシーランズベリーファースト。ね、これはね、まずこのランズ、走るっていうことをベリーファーストが修飾してるんですね。とても速く走るよっていうふうに修飾してるんですね。で、それと同時に副詞、ね、このベリーっていうのがファーストを修飾してるんですね。とても速くね。なので、まあ、副詞っていうのはさまざまな使われ方がする。ちょっとね、今難しいかと思いますが、しっかりね、まあ、覚えるようにしてほしいと思います。いいでしょう。これがね、まあ、副詞の使い方になりますね。はい。ではね、次いきます。
まあ、副詞の位置なんですが、さっきもね、いろんな使い方をするとありましたが、まあ、いろんな場合によって場所が変わってくるんですね、文法上の位置がね。で、まず一つ目が、動詞を修飾するときはね、動詞や動詞プラス目的語の後につきますね。で、形容詞、副詞を修飾するときは、修飾する語の前につきますね。で、時や場所を示す、表すときは、文頭か文尾、文の最初か文の最後ですね。で、頻度を表す場合、サムシングとか、オールウェイズとかね、そういう場合は、2パターンですね。一般動詞の文でサムシングとか使われる場合は、動詞のすぐ前です、ね。で、B 動詞と助動詞の時に使う場合は、B 動詞と助動詞のすぐ後につきます。ね。よいしょ。これが副詞のね、位置になります。で、形容詞と副詞の働きの違いなんですが、ね、形容詞っていうのは例えばグッドなんですが、Tom is a good tennis player、 まあ上手なテニスプレイヤーですということですが、この場合ね、テニスプレイヤーっていう名詞を修飾してるんですね。名詞を修飾するのが形容詞です、ね、で、副詞ベル、副詞ベルですが、この場合 Tom plays tennis ベル、ね、これは動詞、ね、テニスをすることが上手っていうふうにね、動詞を修飾しています。この違いが形容詞と副詞の違いなんですね。いいでしょう。名詞を修飾するのが形容詞、動詞を修飾するのが、まあ、副詞、ね。ざっくり言うとそういうことになりますね。いいでしょう。はい。ではね、次いきます。はい。ではね、ここから問題ですね。形容詞と副詞の問題です。まずはね、和訳の問題ですね。いいでしょう。最初はね、ちょっとぎこちない日本語であったとしても、明確にね、こう、わかるような訳をね、心がけてほしいと思います。いいでしょう。はい。ではね、一旦映像を止めて、自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。That is a beautiful flower、ね。That というのはあれですね。beautiful というのは美しい。flower は花ですね。これ、どういう意味を訳すかというと、あれは美しい花ですね。美しい花というふうにね、就職してるんですね。いいでしょう。次。It was very hot yesterday、ね。まあ、ホット、ベリーホットってとても暑かった、イエスタでは昨日ってことですね。で、もわずっていうのが囲んでますね。で、これはどうなるかって言ったら、昨日はとても暑かった。ね。昨日はとても暑かった。ベリーホットですね。とても暑かった。ね。こういうふうになります。次。I usually walk to school。ね。まあ、大抵でもいいんですね。ウォーク歩くですね。学校で。ということで、これもどういう訳になるかっていうと、私は大抵歩いて学校へ行きます。ね。こういうふうになります。ね、usually というのは頻度の言葉ですね。頻度を表す言葉の場合は、一般動詞の場合はその前につきます。ね。よいしょ。はい。次。Smith has a nice car。ね。これは、Smith というのは人の名前ですね。で、まあ、3単位ですね。has a nice car。これはどうなるかといったら、Smith は素敵な車を持っています。ね。ナイスカーということなんですね。いいでしょう。こういうふうになります。どうですかね。できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい。ではね、次いきます。はい。次はね、並び替えの問題です。ね。すべての語句を使ってね、並び替えてください。余ったりとか足りないとかいうことないんですね。いいでしょうか。2問ともそうですね。いいでしょうかね。はい。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。私はたくさんの本を持っていますね。まあ、私はっていうか、I ですね。で、たくさんのっていうのが、まあ、これが、あ、ロットを使うんですね。で、たくさんの本なので、ブックスですね。で、持っているので、ハムですね。じゃあ、これを並び替えるとどうなるかというと、I have a lot of books。ね。こういうふうになります。ね、a lot of っていうのがちゃんとね、気づくかどうかということですね。いいでしょう。はい。次、私は今朝早く起きました。
ね、まあ、私はというか I ですね。今朝っていうのは、まあ、今朝っていうのは This morning なんですね。で早くというのは Early ですね。で起きるは Got up ですね。過去なのでね、Get up というのは過去形の Got up になります。するとこれね、並び替えるとどうなるかというと I got up early this morning ね、こういうふうになります。いいでしょう、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい、ではね、次いきます。はい、次はね、並び替えの問題ですが、ここよく読んでくださいね。不要な語句が1語あるって書いてあるんですね。全部不要な語句が1つあります。だから全部使って書くと間違いなんですね。いいでしょう。どの語句が不要かっていうのをしっかり考えてね、並び替えしてほしいと思います。ちょっと難しいと思いますが、しっかりね、やってください。いいでしょうか。はい、ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始めます。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。まずね、水が少しあります、ね、で、水っていうのは、ね、一つの水、二つの水みたいな言い方はしませんね。なのでこれ数えられない名詞なんですね。数えられない名詞の時は使う言葉はリトルになりますね。少しないないあるっていうかね、まあ、もっと言うとリトルになるんですね。で、逆に使わない言葉はね、ヒューになるんですね。ヒューとかアヒューっていうのは数えられる名詞の時に使うので、これが使わない言葉になります、ね、するとこれをね、あと並び替えるとどうなるかというと There is a little water、ね、a little で少しあるというですね。 little water、 こういう風になります。いいでしょう、ね、ヒューがいらないんですね。数えられる名詞と数えられない名詞ね、しっかり理解してくださいね。次、水がほとんどありません。これもね、ほとんどないないないっていうときは、リトルだけなんですね。アリトルだと上であったように、少しあるっていう意味になるんで、使わないのがこのアですね。では、これを並び替えるとどうなるかというと、There is little water。ね、こういうふうになります。いいでしょう。ね。どうですかね、これ。できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直してほしいと思います。いいでしょう。特にね、この数えられない名詞、数えられる名詞ってよくね聞かれるんでね、しっかり理解してください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。はい、これもね、並び替えですが、これも不要な語句は一部あるって言ってるんですね。いいでしょうか、ね、これも不要な語句が何かっていうのをね、よく考えてやってほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。それしやっていきたいと思います。いいね、私は昨日よく眠れませんでしたね。だから、ね、まあ、過去形ですね。眠ることができなかったということですね。で、ここで、couldn't、last、I、well、good、sleep、night なんですが、ここでね、まあ、不要な語句、一体何かっていうのを考えていってほしいんですが、これね、まあ、私は I ですね。昨日は、昨日よく眠れなかった、まあ、last、night ですね。で、よく眠れませんでしたということなので、これね、答えはこうなんですね。I couldn't sleep well last night、ね、まあ、昨日昨日よく眠れなかったって、まあ、昨日の夜眠れなかったっていう意味になるんですが、ね、sleep well なんですね。なので不要な語句はこれね、good になるんですね。いいでしょう、ね、形容詞副詞のね、まあ、微妙なニュアンスのところですが、しっかりね、押さえてほしいと思います。I couldn't sleep well last night ね、これになります。次、私は毎晩少しの時間テレビを見ますっていう言葉ですが、これもね、TV、Every、
I watch Hugh Little for a hour night って書いてありますが、これね、Hugh と Little、まあ、どっちを使うかっていうことなんですが、で時間っていうのはね、まあ、1時間、2時間とか数えられますね。なので、これは数えられる名詞なんですね。だからこれね、まあ、Hugh と Little どちらを使うかっていうのは、ね、I watch TV for a few hours every night、ね、結局数えられる名詞なんで Hugh を使うんですね。なので Little が使わないんですね。どうですかね、これできましたかね。間違った人はね、またしっかりね、まあ、見直すようにねしてほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございます。